見知らぬ女が犬と立っていました。犬の状態から察するに、長い時間待っていたと思われます。この男はですね、先日券売機を掃除しようとしたらなかなかどかないんですね。いつも同じ時間に切符買うくせに、すごく時間をかけて切符買ってました。 本日はこれで失礼します。